皆さん、こんにちは、えー。週刊手帳術の著者、雲野隆です。えっと、今日の雑貫はですね、えっと、目的プラス目標ではないっていう、ちょっとそんなお話をさせていただきます。あの、まあ、この話の、あの、まあちょっと前,前提条件なんですけども、あのまあ、よくこう手帳術とか仕事術みたいなところで、 目標がちょっと達成できないとか、まあ、タスク書いたけど、まあそれがこう、できなかったみたいなことになったときに、まあ、うん、言われるのは、こう、目的は何ですかっていうところを見失ってませんかみたいな感じになって、で、まあ目標をちょっともう一回見直しましょうみたいな。まあそんなことではあるんですけども、今日はそ、そこのところを、うん が間違ってるって話をしたいわけじゃなくて、あのそれだけだと、えー、当てはまらないようなこともあるっていう、ちょっとそんな話をしたいと思うんですね。あの、まあ、これは、あのーまあ、7つの習慣でいう、こう、あのじ時間管理のパトリックスでいうところの、えー、第三領域。えー 緊急なんだけど、重要ではないみたいな、えー、そういうことだったり、まあ、私がこう、まあ、本の中でお話しするときは、まあ、行動管理と言っているんで、あの、単に、こう、緊急なだけのこと、えー、まあ、重要ではないって、あえて言う必要はないんですけども、緊急事なんで、まあ、要は、要するに、休養みたいなものですね。で、休養みたいなものを、こう、やろうとしたときに <laughs>、 じゃあ、できた、できないっていうよりは、うんそういうことに対して、目的ってあるのって話になるんであの、目的があろうがなかろうが、もう目の前にこれやんなきゃダメっていう、えー、それがこう、いいことだろうが悪いことだろうが、もう、あの目の前にあるんだと。そうなったらもう、これってやるしかないじゃんって話になるし、えっと、 そ,そこでね、じゃあ目的が、えー、私の目的とちょっと合致しないんで、やりませんとかっていう話だったりとか、まあその手帳術、仕事術になると、なるべくこれをやらないようにとかっていう話になっちゃうんですけども、ただ、えー、そんなのは分かっとると。でも、目の前にこれを、このタスクを置か,置かれたときに、 まあそれを拒否することができるのかできないのかみたいな、えー、そんな話をすると、まあ、当然のことながら、目的も減ったくれもありませんわというところではあるんで、まあ、あのそれはもうやるしかないでしょう。もしくはもう、かたくなに本当に断れるか、断れればいいんでしょうけど、あの断れるかって話だと思うんで、そのやるやらないっていうところはまあ置,置いといても。 もうそこのところにもう目的も減ったくれもないと。もうやんなきゃダメですよ、というところではあるんで、まあ、その、必ずしも、目標がうまくいかないときに、目的を見れば、こう、なんか道が開けてくるのかみたいな、そんなことにはならない。まあ、私の場合、どうするかっていうと、あの、基本的には受け、受け付けます。あの、やる。もう目の前にや出されちゃったんだから、もうやるしかない。で、 あのじゃあそこでね、時間がないとかなんとかって話になるんでしょうけども、私の場合は、まあそのちゃんと行動管理をして、で、えー、時間があるなしに関わらず、まあ大事、えー、大事にするんだとしたら、えー、やらなきゃいけないし、じゃあその大事にするか否かっていうのは、まあそこに理由をつけて、まあお金のためとかなんとかって、要はもうコミュニケーションっていうか、まあその,そその人とのその、 あのも持ちつ持たれつの関係だとしたらもうやるしかないんでしょっていうそういう状態にしておく、えー、そうならないように要は優先順位をつけなきゃいけないとか断らなきゃいけないっていう状態を作り出さなければいいんであってそうなってる時点でまあ勝ちか負けかって言われると負けですわみたいなそういうことになるんであれば、うん もうあまりそこにね、私自身、目的がどうとかなんて、まあ別にいいですわ、みたいな話になるんで。まあそういう状態になるようにした方が、なんかス,スムーズに進むんじゃないでしょうかという、そんなお話です。まあちょっとなんかやさぐれたような話なんでしょうけども、あの、実際問題、そういうことが多い、えー、世の中というか、 まあ、日本人的な話だと思うんで、まあ、ちょっとなんか、その、断れないことの方が多いような、私は気がしているので、なんとか受け入れるような状態、体制を作っておくべきかな、ということだと思います、ということです。ということで、えー、今日のお話は以上となります。最後まで、えー、視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。